曲げた状態の時にね、股関節がこう上がってきてるでしょ。あ、はい、それがダメなんですね。で、これが良くなくて、でこれがなってるっていうのはこの大臀筋、中臀筋、小臀筋ってあるんですけども、その筋肉たちが全部硬くなってしまってるんですね。ここ上がってくるのなんか減ってきた感じですけどね。あのこっちのそこ。なんか。ねねね。そっちも。なんかこっちの方が痛い気がするんですけど。気のせいこれ。というのはね、左をかばってたとか。ああ、はい。硬さ的には左の方が硬かったんですけど、こいつが硬い。例えばまああの打ちっぱなしで100球打たれたら。うん、5球ぐらいは反対のフォームで打ってみるとか ね、ちょっと気づいたら反対素振りするとか、はい、そうそうそう、もう絶対それされた方がいいですね。周りが硬いのでですね、はい、もうあの上半身ちょっとだけになっちゃうかもしれません、はい、ごめんなさい、はい、ね、お伝えしたでしょ。で、お尻の筋肉というのはさっきこっちからここまでついてくるというふうに言いましたで、はい、ここの筋肉をしっかり緩めてあげると、すごく緩むんですね。こいつ、うわお尻の筋肉でここにぴったりこう筋肉くっついてくるんだけど、そのね、くっついてくるここの部分、こいつ腰痛かったらここ押さえられたりしてたんじゃないかな。なんかね、そこ、はい、押さえると気持ちよかったけど、いい記憶があるんだけど、はい、自分ではなかなかね、なかなか、そら嬉しいお言葉ありがとうございます。下が軽い。いいな、いけど。うわっ、グッで、その角度だと、お尻がね、ここ。あいそこ、大変遅い。うなずいちゃうね。
痛い、ね、油断してた今ですから油断は到底大敵ですよあと今鼻が出てきてるのは花粉症でなければ、はい、体が効いてるっていう状態だとあの鼻が出てくるんですね。ですね、はい、交感神経と副交感神経というのがスイッチした瞬間に、はいはい、鼻が出たり、よだれが出たり、なるほど、ね、お腹が出たりとかするんですけど、僕らからすればすごい効いてるよっていう表現で、ね、嬉しいことです、ね、最高の褒め言葉でございます。そこピッピピンポイント では下向き、はい、下向き、なんかこれついてんのよ、分かるんですよ、分かります、分かる筋肉がなんかひっついちゃって、なんかペリペリ言いそうな気がして、ペリペリ言いそうな感じですよね。で今ね、足触ったらほら、背中が嘘のように柔らかくなってるの分かりますか？なんかね、はい、何これ何これ何これ、ね、すごい柔らかくなってますよね、うん、そういうことか、そういうことなんですなんか言うはなかんぐらいです。でこれはね、あの言葉で説明しても皆さん、嘘だろそんなのって思われると思う、思われるんです。今触ってもらう、なんじゃこれと思う、なんじゃこれになるんですなので、まあ、大きく言わないのはそのせいなんですね。悶絶するよとか痛いよって言っとけば、あの来る人は来るし叫んで耐えられない方はもう二度と来ないんです、うん、真に受け狙ってませんから私というふうな感じになるんですね、まあ、少しちょっとこの辺残ってますから、あとの残り時間ね、はい、少し押さえておきます。はい、はい、よく耐えていただきます。どうですか、ふくらはぎ、やっぱちょっとふくらはぎ残ります、残ってます今、はい、ただ、はい、ほぐしてもらった瞬間ぐらい、あれ軽いぞ軽いぞ、あの今歩くとね、ちょっとふくらはぎが痛みがありますね。で腰回りどうですか、あ軽い、めっちゃ軽いです、前に曲げたりとか
うん、行く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 ぞ。どうしてもこっちこうやった時に、はいはいはい、ここがちゃんと、はい、持ちこたえてくれないと伝点できないんで、はい、それが今、はいはいはい、こういっちゃうんですよ、はいはいはい、だからこのまま出てっちゃうんで行きそうですか。それがちゃんとこうここでクッて、はい、あ、行けるいける、行けますか、はい、意外と左の腰回転って言われるこっちも、あ、うんうん、そうですね、使わんとやばいんでですね。で一応ね、ちょっと座りましょう。はい。で一応どんな感じにしたかって言ったら、はい、今日、今終わったのが、お体をね、あの、あ、ギトギトになってたあの白の方が2週間ぐらい来た服を、はいはい、クリーニング出してスッキリさせました。はい、ありがとうございます。でこの状態がいつまで続きますかって言われたら使い方次第です。ですね。はい、あのゴルフめちゃめちゃされたりとかするとやっぱりすぐ汚れてきますし、はい、車のエンジンオイル交換みたいなもんですね。定期的にされた方がいいですよってお伝えしてますが、まあ、3000キロで交換すればやっぱり体調子よくいきますので、その3000キロを1ヶ月で走るのか1週間で走るのかは、はい、そこは自分と相談です。で自分の体にどこまでお金使えるかです、はい、でそのあたりはもう私が何か言ってもあの価値観がございますから、うん、まあ、その辺はお好きにされてくださいというふうにお伝えしてます。何か質問とかございますか。大丈夫、はい、とりあえず普段的に食べはやっぱストレッチは絶対大丈夫。ストレッチはされた方がいいのと、あと締め付けるタイプの靴下とかタイツなりを履いてもらうことで、足元ぬくめてもらうこと、これぐらいですね。ありがとうございます。